グレートベースン国立公園、グレートベースン国立公園、グレートベースン国立公園、グレートバシンナショナルパークは、1986年に設立された米国の国立公園で、ユタ州との宗教近く、ネバダ州の東中央部に位置する。公園の名は、大いなる盆地を意味する、グレートベースン、すなわち、シエラネバダ山脈とロッキー山脈の間の乾燥した。 山口の地域に由来する。公園の土地の面積は312.3キロ平方メートルである。公園は、ラスベガスの北、およそ466.7キロメートル、290マイル、に位置し、ラスベガスの中心街から車で、約5時間、約474.8キロメートル、295マイル、かかる。寿命5000年弱のものが確認されており、 単一個体としては、世界最長寿の生き物と言われる五葉松の一種、和名未定、英名、グレートペーソンブリスルコンパイン、学名、ピーニュースロンバの森とネバダ州、第二の広報で高さ3981.6メートルのホイーラーピークのふもとのリーマン洞窟で有名である。洞窟はもともと百二十二年一月十四日に、リーマン洞窟国定史跡として保護され、 後にはるかに大きな国立公園に組み入れられた。公園内には多くの開発されたキャンプ場だけでなく、素晴らしい未開地でのキャンプの機会がある。公園は乾燥した地域にあり、年間降水量は300ミリメートル程度と少ない。降水量のほとんどは雪あるいは夏の雷雨によるものである。冬は涼しく、夏は温暖ないし暑い。天気は急に変化する。 リーマン洞窟は年中摂取10度近辺、湿度90%で安定しており、上着と適切なウォーキングシューズが望ましい。グレートベース運はハイキングで探検するのが最も良い。公園には長さ482.8メートル0.3マイルから21.1キロメートル13.1マイルの12本の山道がある。山道は 2080.3メートル6825フィートにある短い自然の山道マウンテンビューネーチャートレールから3096.8メートル1160フィートから始まるホイーラーサミットトレールまで様々なものがある。ホイーラーサミットトレールは非常な難路で高度のため準備のないまたは経験不足のハイカーにとっては非常に危険である。 奥地のルートは公園のもっと離れた南部の至るところで時折整備されている。多くの参道の起点には原始的な所象にキャンプ場で終わる未舗装の道路を通っていくことができる。11種類の新葉樹高木を含む800種類程度が確認されている。標高の低い乾燥した場所では、白新属、ジュニパーと一葉の変わった松属の一種、ピーニュースモノフィラが優先する。 新葉樹林形成する。標高が上がると、モミ族、パー、頭皮族、スプルースなどが混じり始め、松族の中でも、世界最大級と言われるポンデロをサまず、ピーニュースポンデロサや、紅葉樹の山なら種類も姿見せる。現在知られている中で、世界最長樹の樹木、生き物である五葉松の一種、ピーニュースロンバはこれらのさらに高所、森林限界付近の岩が、 剥き出しの場所に生息する。1964年に伐採された個体の年輪を数えたところ4800を超えていた。この個体はプロメテウスと名付けられ、現在も切り株が残っている。総本では、菊花や高塩分に耐えるものが見られる。ゲ、春やウサギ、キットギツネ、大型草食獣として、プロングオン、ミュールジカなどが見られる。 肉食獣として代表的なのは小ーテだが、場所によっては、ピューマや、ボブキャットなどの猫肉食獣も生息している。酒家のアンコリンカス・クラーク・ユタ、ベニザケ・ヒメマスと同族という魚はここにしかいない、アッシュである。グレートベースン・ビジターセンターは、ベーカーの町のネバダ州道487号線沿いに、あり、毎日、太平洋標準時刻で8時から4時30分まで。 開いており、夏は営業時間を延長する。リーマン洞窟ビジターセンターは、ネバダ州道488号線沿いにあり、毎日太平洋標準時刻で8時から4時30分まで開いており、夏は営業時間を延長する。同センターは、ネバダ州ベイカーから8 9トル公園の境界線から0 8トル内側にある。いずれも、感謝祭、 クリスマス、元旦は休館となる。グレートベースン国立公園には、通常は毎年7万9千人から8万9千人が訪れる。2006年は7万8524人。公園はおよそ190万ドルの予算で運営されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。